ジェームズ・チャールズ・アドゥチは、カナダ連邦ブリティッシュ・コロンビア州、バーナビー出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。MLB 公式ページによると、アードゥシーと発音する。父は、元メジャーリーガーかつ、横浜太陽ホエールズでの出場経験があるチーム、アドゥチ。1985年5月15日に、カナダのブリティッシュ・コロンビア州バーナビーで生まれる。その後、 アメリカ合衆国入りのイシュー、エバーグリーンパークへ移住する。地元のエバーグリーンパーク高等学校に進学し、ここでは野球とバスケットボールの両方をプレイしていた。2003年の MLB ドラフト42巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され、プロ入り。2004年からキャリアをスタートさせ、この年は参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで49試合に出場した。 2005年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで11試合に出場した。2006年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・マーリンズで12試合に出場した。あと、A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズに昇格し、2試合に出場した。この年限りでマーリンズを退団した。2007年7月30日2007年は、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。この年は、 参加の A 級ピオリアチーフスで107試合に出場した後、A 級デートナカブスに昇格し、12試合に出場した。2008年は A 級デートナで123試合に出場した。2009年は A 級テネシースモーキーズで自己最多の131試合に出場した。2010年はトリプル A 級アイオワカブスで114試合に出場した。 2011年は、リハビリのため、ルーキー級アリゾナリーグカブスで開幕を迎えた。ここでは、4試合に出場した。その後、AA 級テネシーに昇格し、71試合に出場した。2012年は、AA 級テネシーで84試合に出場した。その後、AA 級アイオワに昇格し、42試合に出場した。 この年限りでカブスを退団した。2012年11月12日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕を参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスで迎えた。ここでは127試合に出場した。セプテンバーコールアップでメジャーに初昇格した後の9月1日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューを果たした。 2014年は開幕を A 級フリスコラフライダーズで迎えた。ここでは6試合に出場した。その後トリプル A 級ラウンドロックに昇格した。ここでは7試合に出場した。レンジャーズでも44試合に出場した。オフの11月24日にディーフとなった。2014年11月に保有権を置くうの ロッテジャイアンツに上渡したことが11月25日に球団から正式に発表された。登録名はアルチ。背番号は23。2015年1番、ないし4番打者として132試合に出場。打率314、28本塁打、106打点と主力打者として活躍。また、中堅守として守備力を発揮し、総攻守に活躍した。 2016年7月1日、使用禁止薬物のオキシコドンの服用が発覚し、久保より公式戦36試合の出場停止処分を受けたことで、ウェーバー工事され退団した。2017年1月10日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。開幕は、トリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで迎え、4月23日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のミネソタツインズ戦で、7番、右翼手で、先発出場し、4打数3安打2打点と活躍した。この年メジャーでは29試合に出場して打率、241、1本類打、10打点、1盗塁を記録した。オフの11月2日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級トレードへ配属された後、 7日に FA となった。12月5日にマイナー契約を結んで再契約し、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年も開幕をトリプル A 級トレードで迎え、7月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は59試合に出場して打率、267、3本塁打。 21打点1盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月24日に FA となった。2019年1月2日にカブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は AAA 級アイオワで迎え、5月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月3日にディーフとなり、 5日にマイナー契約で a a a 級 i o a へ配属された。10月1日に FA となった。2020年3月14日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。11月2日に FA となった。2021年よりシカゴカブスでランプロダクションコーディネーターという役職で球団スタッフに就任した。ありがとうございます。